三、はい、Jコムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社シーラクンス代表取締役社長の藤沢義博さんです。はい、藤沢義博です。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤沢さんも本当に綺麗な場所で今日は収録させていただいてありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、こちらですね、9月にオープンしたばかりなんですけども、うん、札幌でですね、新しくできた本社の2階から、うん、お届けさせていただいてますので、どうぞよろしくお願いいたします。本がたくさんあってね、はい、とても快適空間でございます。はい、ここが一番メインステージというか、そうですね、メインスポットになりますよね。はい、よくこちらに来ていただいてる方々が、はい、こちらで記念写真を撮ったりとかっていう風にして、うん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 、最近 SNS なんで、はいはい、アップしていただいてますけども、はい、じゃあこちらを管理しているそのシーラクンスってどんなことをされてるのというあたり、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、今日はこちらになります。よいしょよいしょ、じゃーん、じゃーん、シーラカンスじゃなくてシーラクンス、世界の教育に触れることができた、だから北海道に戻ってきた。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、行ったり来たり今日は大変だわ。頑張ります。はい、はい、じゃあ一つ目なんですけれども、はい、シーラクンスのねご紹介をしていただきたいと思います。どんな会社さんなんですか？はい、はい、ありがとうございます。株式会社シーラクンス、うん、なんとですね2018年、はい、ちょうど今から2年前なんですけども、はい、はい、今生物上学上ですね、一番進化してない古代魚、皆さんご存知にシーラカンス、うん、シーラカンス、はい、うん、なんとこのシーラカンスがですね2018年に進化しましたということで、うん、はい、そのシーラカンスが進化して誕生したのがシーラクンスという会社になります。一体何をしてるんだ。何をしてる、これ私書き間違いじゃないですよ、これで合ってるんですね。はい、シーラクンスでね、合ってます。はい、合ってます。はい、はい、で教育をですね中心とした、うん、今教育事業会社、人材育成会社という形で、はい、会社を、うん、はい、設立させていただきました。今年から2020年は、まあ、今コロナでねいろいろとこう大変な年を迎えたんですけども、その以前から教育改革というのが、うんうんうん、はい、ありまして、はい、で今年から皆さんもご存知のように小学校でプログラミング教育が始まったりとか、うん、大学入学センター試験制度も変わっていったりとかですね。本当ね、どんどん変わってきますよね。はい、はい、もうなんと10年に一度こういう教育改革ってあるんですけども、うんうん、今年は明治以来の150年ぶりの大改革と言われている大きな年になってまして、はい、で何が大きく変わるのかって、今言ったプログラミングだとか、あと英語も小学校で教科にされるなと、ね、でどんどん子どもたちの学習、はい、環境が変わっていくと同時に、うんうん、当然社会もデジタル化社会と言われてるみたいで変わってきてますよっていう中なんで、はい、今までのこう我々を取り巻くこう教育環境っていうのもどんどんデジタルにシフトしていきますっていうことだったので、はい、まあ、新しい教育と新しい人材育成が必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってですね、はい、会社を設立しました。うん、ここ札幌でですね、はい、最先端の学びができるということで、はい、もういろんなところから私もね、情報は小耳に挟んでおりますけれども、はい、ありがとうございます。先ほどこちらにお邪魔しましたら、はい、小さな子がパソコンに向かってなんかカチャカチャやってました。はい、そうなんですよ。うん、じゃあもうデジタル時代に先ほどありましたように先駆けて、はい、学校教育の中でも、うん、もうそういうパソコンとかタブレット学習っていうのが、まあ、世界では当たり前になってたので、うんうん、ちょっと日本遅れてるかなって、特に北海道まだかなっていうところがあったので、ね、言われてますね。はい、はい、ちょっとそういったものをですね、まずは僕たちから、私たちからそういうのを進めていこうというところで、はい、うちは普段パソコンで、はい、国語と算数と英語とプログラミングを小中学生に教えてます。うん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 、多分ね、視聴者の方が、はい、プログラミングを子供がやってるって言ったら、そうだな、小学校の高学年とか想像すると思うんですけど、さっきお見かけしたお子さんはもっとちっちゃかったと思うの、1、2年生とか。そうですね、はい、はい、もううちは
プログラミングは小学校1年生から、はい、受講できるコースがありますので、はい、今通われている子どもたちは小学校1年生から中学校3年生まで、はいはい、なんかゲーム作ってましたよ。あ、そう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 、ね、すごいの。そう、これからはね、ゲームを買う時代じゃなくてゲームを作る時代ですか。あ、ぜひ子どもたちの感覚もどんどん変わっていく、はい、そうですね。で、そういう、こう教室とあと教材も作ってるんですよね。はい、そうですね、うん、今いろんな学校さんの方でも今年から小学校でプログラミング、来年から中学校でプログラミング、うんうんうん、再来年2022年は高校でプログラミング学習が始まりますので、はい、やっぱりそういった環境の変化の中でね、はい、なんか新しい、今までになかったことの一つでもありますから、うんうん、そういった教材開発なんかも我々の方でも今やってますね、うんうん、はい、もちろん大人向けのプログラムのスクールもやってます、ね、はい、ありますもんね、はい、そこはもう本格的なエンジニア養成スクールという形で、はい、今日出ますけど、このジーズアカデミーっていうですね、前出ますか、はい、前出ますか、いいですか、はい、ジーズアカデミーっていうですね、はい、札幌に、これは東京であるんですけども、うんうん、それを10月開校しまして、この札幌で、はい、この場所で、はい、今やっております、はい、第1期生20名が、はいはい、来ていただいてます、はいはい、楽しみです ね、 そうですね、こちらも、ね、みんなやっぱりこれから の、うんうん、社会においては、うん、やっぱりこうプログラミングですとか、はい、そういった知識は基礎学力の一つというふうに言われてますから、はい、なんか何かの形でですね、うんうん、プログラミングに触れていく機会が多くんじゃないかなというふうに思ってます、うん、はい、さあ、じゃあそんな藤沢さんがどうしてこういった教育事業に携わるようになったのかというあたりも含めて、はい、2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらになります。よいしょよいしょ、じゃーん、じゃん、世界の教育に触れることができた、はい、ということなんですけど、はい、よいしょ、はい、もともと藤沢さんってどういう方だったの？もともとそうですね、うん、高校まで北海道函館で過ごさせていただきまして、はい、まあ、その後少し海外に行きまして、で戻ってきてから航空会社の方でお世話になりまして、はい、約25年間、はい、航空会社に勤務しておりました。はい、はい、そしてちょうど今から2年前なんですけども、うんうん、実は僕今仕事しながら、うん、公立函館未来大学大学院で社会人ドクターとしてですね、はい、そういう研究もしてるんですよ。で働きながらこう研究してまして、うん、でそのきっかけにちょっと25年間お世話になった航空会社を、はい、まあ、退職するっていう形選択をしたんですけども、はい、それよりも何よりも、はい、まあ、25年間ですね、本当に航空会社でいろいろな経験を積ませていただきまして、うんうんうん、スタートは成田空港勤務から、はい、でその後貨物ですとか旅行とか観光政策を担当するとかね、やっぱ大きい会社ですからいろんな部署があるんですね。そうなんですね、いろんな職種があって、はいはい、でまあ、広報宣伝も担当させていただいたりだとか、最後にマイレージ事業部というところに、はいはい、配属になりまして、実はそのマイレージカードの開発ですとか、はい、うんうんうん、アプリの開発ですとか、うん、そういうのも少し勉強させていただく機会があったんですね、はい、でその時にやっぱり今僕たちの iPhone とか使ってるじゃないですか、うんうんうん、いろんなアプリ使ってると思うんですけども、はい、アメリカのねシリコンバレーっていう、うん、皆さんご存知のところがあると思うんですけど、はい、Google とか、うんうん、Facebook とか、はい、Twitter とかたくさん集まってるんですけども、はい、そこにちょっと視察研修するしに行く機会があったんですよ、で合わせてですね、そこのところには、今世界でもトップレベルなスタンフォード大学っていう大学もありまして、そちらの中に実は D スクールっていうですね、はい、これからの世界における必要なスキルということで、うんうんうん、デザイン思考っていうのがあるんですよね、うん、それを学べる授業があって、はい、そこにちょっと勉強しに行った時に、はい、世界中の人方とやっぱり出会うきっかけもあり、うんうん、で世界のサービスに触れることもできて、うんうん、はい、で世界の教育に触れることもできたんですよね、はい、そうですね、世界の教育に触れることができた、はいはい、それでちょっと日本の方にもね、うんうん、置き換えてみると、うん、その世界では先ほど言ったようにもう iPad とかパソコンで学習は当たり前だったので、うんうん、まあ、世界といっても欧米だけじゃなく、うんうん、アジアも、うんうん、要はそのベトナムでもインドネシアでも、はい、やっぱり約10年くらい前からパソコン、タブレット学習っていうのを取り入れてきてたんですよね、はい、うんうんうん、
でそういった中において、うん、やっぱり日本の教育も少しだけちょっと遅れてるかなというちょっと危機感を持ちまして、うん、でなんでこういった普段私たちが使ってるサービスが海外でどんどん編み出されるのかなとか生み出されるのかなっていうふうに思った時に、はい、やっぱりこれはこうそういった教育の環境、うん、そしてあと人材育成っていうところも合わせていろんな取り組みされてることを知ってですね、やっぱりこれからはやっぱそういった学校だけじゃなくて民間でもそういった環境を選択肢を広げてね、うんうん、環境を作っていくことが大事じゃないかなというふうに思ってですね、うん、なるほど、はい、あれですね、私こうパソコンとか何でもてってけてってけできないとこれからの時代についていけないから、とにかく機械に強い、その電子に強い人を、はい、子供を育てるなきゃいけない、それが必須だと思ってたんですけど、はい、それを使ってデザイン思考を身につける、 そちらが大切ってことなんですね、はい、そうなんですよ、実はそのプログラミングも、うん、はい、プログラマーを養成するっていうだけではなくて、うんうん、プログラミング学習を通じて自分で考える力ですとか、はい、間違いを探して直す力とかですね、うんうん、そもそも間違いに気づく力とかですね、 あと、はい、自分で考えたものを相手に人に伝える力、うん、そのプレゼン力とか、うんうんうん、そういったところとかですね、はい、いろんなこう想像力ってよく言われるんですけども、はい、自分でちょっと先のことを考えたりとか、うんうん、でとりあえずそれをやってみようっていうね、一歩踏み出す力とか、はい、そういったのが身につくのがプログラミング学習なんですよね。あ、なるほど、はい、さっきマイレージカード、あ、はいはい、の仕事をされていた航空会社時代にね、はいはい、その時にサツドラの社長とお会いになって一緒に仕事をされたと聞きました。はい、実はマイレージポイントと、マイレージポイントと、はい、サツドラが今皆さんたくさん使っていただいているエゾカポイント、エゾカポイントカード、はい、はい、うん、とこう提携したのが、提携しましょうと当時僕と、はい、担当してた僕と、はい、サツドラの社長の小宮山さんと、はい、一緒にプロジェクトをさせていただいて、うん、今では貯めたエゾポイントはですね、はい、某航空会社のマイルに交換できます。あ、便利便利。はい、そういうのをね、はい、今までになかったものをそうやって作っていく中で、そうですそうです、はい、日本の教育ってっていうそういう こう熱い思いが、そうです、まあ、合致してっていうふうにお聞きしました。はい、で、札幌の富山さんも自らやっぱプログラミングを学習してましたから、うん、もう社会人のそういう養成スクールに通われて、はい、やっぱりこれからの経営者はやっぱりそのプログラミングの基礎知識とかね、うんうん、そういうスキルは持っておいた方がいいというふうに考えて、うんうん、自らそれ学びに行ってましたからね。あ、そうなんですね。で、自ら海外でも視察に行ったりとかしてましたので、はい、同時期に僕も海外視察行ったりとかしてたので、うんうんうん、非常にこれから の北海道の課題の一つとなる教育に対するね、はい、思いは同じ共通の思いがたくさんあったので、うん、はい、まあ、必然的に一緒にやろうという形になったんですよね。はい、でそんな思いにまた面白そうだからちょっと混ぜてとか、どんなことやってんのっていうまた面白い人たちがどんどん集まってきているハブスポットに、そうですね、はい、なっておりますけれども、はい、じゃあ、これからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、だから北海道に戻ってきた、はい、ということで、まあ、ちらっと出てきましたけれどもね、はい、いろんなところを見てきた中 で、はい、で北海道に戻ってきたんだよと、はい、ちょっとこのあたりの話を教えてください。はい、ありがとうございます。まあ、僕自身がね、北海道函館の出身ということもあったんですけど、うんうんうん、あるんですけど、やっぱり先ほど言った航空会社に25年間勤めている中で、はい、実は僕約15年、トータルして15年くらいは、はい、北海道で勤務が長かったんです。あ、はい、函館でも仕事をさせてもらいましたし、うん、この札幌でも、うんうん、もちろん転勤もしてたんですけども、はい、東京の本社にもいましたけど、うんうん、やっぱり北海道に対する思いもやっぱり徐々にね、増えていくというか、熱い思いが芽生えてきてますし、はい、でやっぱり何よりも僕自身が実は専門が、うん、地政学とか街づくりが専門だったんですよね。うん、だから大学院はそっちの方で研究させていただいてたこともあって、もともと北海道が持つこの地形とか、うんうん、地理的な場所とか位置とかっていうのは、うんうん、やっぱり世界の中でも恵まれてる環境がある場所だなっていうのは非常に感じてたんですよ。はい、具体的に言うと、はい、今ちょっとデータが
正しいデータ取ってないんであれなんですけど、うん、あのフォーシーズンがバランスが一番いい地域だなと僕思ってるんですよね。いわゆるその春夏秋冬、はい、これがやっぱり世界の中でもしっかりとあるこの季節感を感じられる、うんうんうん、だからこそ北海道で生息する生物とかね、うんまあ、植物も含めてそうなんですけど、はい、海洋資源もそうなんですけどやっぱり豊かな、うん、あの自然環境とかやっぱり非常にあって、はいはい、やっぱり僕たち私たちこう人間がね、はい、生まれ育つ環境にとっては、うん、一番いいなっていう思いがあってですね、うん、こういうところの、うん、やっぱり世界の中で選ばれる、うんうん、北海道、うんっていうところですね。可能性を感じて、うん、であればもう教育も住み暮らすにおいてはもう素晴らしい環境があるので、はい、あとはこう、まあ、それを補う教育ですとか、はいまあ、医療だとか福祉だとかっていう分野も出てくるんですけども、うんうん、教育をもっともっと充実させると、うんうんうん、世界中から住みたくなるような北海道になれるんじゃないかなと。いうふうに思ってですね、優秀な人がわんさわんさと札幌に来てくれるといいですね。そうですね、そうそうそう、もう札幌でね、ね、札幌に来て、はい、札幌から、まあ、世界に飛び出していくのもいいですし、はいうんうんまあ、世界中から札幌に北海道に集まってくるのもいいですし、うんうんうん、ここが本当の世界のね、うん、ハブになればいいなと思うんですよ。ハブエリアというか北海道を拠点にして、はい、でいう地域になれると僕は思ってますし、そんな中ね、やっぱり教育学術的な環境がもっともっと、はいうん良くなると、うん、可能性、一人一人の可能性がもっと広がるんじゃないかなと。なるほど、はい、あれですね、世界を見てきた藤沢さんが、はい、そのフォーシーズンズが素晴らしいっていうふうにおっしゃった、はい、ただそのデザイン思考を育てるためにも、はい、あとその先に何か新しいビジネス産業を生むのにも、はい、フォーシーズンズがしっかりしてるっていうところが札幌がこう優位に立てるそうです、ね、コンテンツかもしれません。はい、僕本当そう思ってるんですよね、うん、よく観光のお仕事もさせてもらったんですけど、うんうん、雪見たさに来る人でいるじゃないですか。だっていらっしゃいますよ ね雪だけ見たいんだとかね、はい、猛吹雪を体験したいんだとかね、はい、そういうのって住んでるとねもう嫌なとかって思うかもしれないですけど、はい、本当にもうない国にしての人方にしてみたら、うんうん、本当にそれが羨ましい素材に自然になったりして、はい、原価ゼロですよ。そうですよね、はい、そういう自然とか資源がたくさんあると思うんですよね、北海道ってね、はい、なので、うん、そういうデザイン思考もそうですけど、はい、アイディアがたくさん生み出される地域でもあると思うし、うんうんはい、なので、まあ、北海道大好きだっていうことも第一なんですけどね、はいうんうん、それで北海道に戻ってきて、うんうん、で北海道に住み暮らす人の可能性をたくさんこう広げてあげたいな、うん、広げてあげたいというか、はい、広がればいいなと思ってですね、はい、なるほど。そしてシーラカンスじゃなくてシーラクンスということで、はい、皆さん進化しましょうということで変化に対応できるように進化していきましょうということです ねやっぱりシーラカンスは、はい、約4億年進化してない古代魚と言われてますから、はい、もうこの時代2020年は、うん、そのシーラカンスですら、うんうん、もう進化しなきゃいけない時代になりましたよと、はい、いう思いでですねもうみんな僕たちもどんどん進化して、うんうんはい、自分がもともと持つね、うんうん、一人一人が持つ可能性を、うんうん、開花して、うんうん、そういった開花させてくれる場所が、うん、先ほど言ったようにこういう大自然がある北海道だというふうに僕は思ってますので、はい北海道には可能性しかないです。あ心強い一言をいただきました、はい、そしてまたここから面白い若い人が育ってきたら札幌人図鑑に紹介してください、ね、そうなんですよねぜひぜひもう今たくさんエンジニア養成スクールに通ってくれてる、はい、若い世代の人たちもいますし、うんうん、何よりも子どもたちもう今もうデジタルの、ねはい、力で融合しながら、うんどんどんその持つ可能性を、はいまあ、自分で開花しようとしてますから、はいはい、本当にこれからが楽しみだと思います、はい、頑張っていただきたいと思います、はいはいはい、ということで今日のゲストは株式会社シーラクンス代表取締役社長の藤沢義弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。